患者さんの終末期に対する希望を家族主治医は全く理解していませんでした。自分の望む形の終末期を過ごしたいと思っているんであれば、事前に何らかの指示をしておかないとダメですよね。さあ、皆さん、こんにちは。慈恵医大の三浦と申します。私はですね、慈恵医大柏病院という、千葉にあるところですけれどもね、こちらで仕事をしながら、総合診療部というところにおりますけれども、緩和ケアチームと、それから倫理コンサルテーションチームにも入っております。今日はですね、アドバンスケアプランニングとエンディングノート、あなたの人生の集大成を残そうというお話をさせていただきます。さて、医療に対する希望を表明するのに、どんなものがあるかちゃんと知ってる素敵な大人って誰って、これ、チコちゃんに聞かれちゃいそうですけれども、まずは今日アドバンスケアプランニングのお話をするんですが、登場の歴史を紐解いてみようと思います。さて、まずですね、皆さん思い浮かべるのは日本尊厳死協会の尊厳死宣言書というものを思い浮かべるんではないかと思います。これは1976年からですね、設立されたものですけれども、私の疾病が現在の医学で不治の状態であり、すでに死期が迫っていると診断された場合には、いたずらに死期を引き延ばすための延命処置は一切お断りします。ただしこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施してください。そのために、例えば麻薬などの副作用で死ぬ時期が早まったとしても一向に構いません。というものに自分で署名をしておくというものなんですが、実は、2018年にですね、題名が変わりました。リビングウィル、終末期医療における事前指示書というものに変わりました。そして、中身もですね、私の疾病が現在の医学で不治の状態であり、すでに死期が迫っていると診断されたときは、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命処置はお断りします。ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってくださいと。ここの部分が大きく変わったわけですね。というのも、麻薬を使っても、死期が早まるということはないというような、証拠がたくさん揃ってきたから、ここの書きぶりを変えたということがあります。ただ、やはり自分自身でこれを署名をしておくということなんですけれども、さて、医療現場ではですね、特に救急の現場で、この尊厳死宣言書だけでは困ることが多いんですね。運ばれてきた患者さんが終末期とは言い切れないのに、この尊厳宣言書を持っているから、ご家族が、例えば救命処置のための手術の、承諾書にサインをくれないなんていうようなことがあったりするわけです。ですので、私たちは通常の医療行為を行おうとしているのに、無駄な延命治療ではないのに、というようなところでの誤解が生じてしまう。結局、患者さんがどのような背景、価値観、死生観から、この尊厳宣言書を書いたのかが不明だということがあるわけです。救命センターの医師たちは、この尊厳宣言書の存在に結構ジレンマに陥っているケースが多いんですね。ということで、1990年頃から事前指示という概念が出てきました。どういったものかというとですね、昏睡状態や植物状態、重度の認知症などで自分自身の受ける医療行為について自分で決めることができなくなってしまった時に備えて意識がはっきりとしているうちに自分の受けたいまたは受けたくない医療行為についての希望を表明しておくことというふうに定義されているんですが、これを文章にしたものがリビングウィルというふうに言われています。で、その他に代理人氏名というこういう概念もあります。アメリカでは口頭で伝えておいただけでも有効だというふうに言われているんですけれども、これ具体的に説明しますと、一番わかりやすいのは癌の末期状態で治癒の見込みがなくなったら、痛みを抑える治療は十分してほしいが、いわゆる延命治療はしてほしくないと、文書に残しておく。こういうものですけれども、その他にも、例
えば慢性呼吸不全で長年通院中です。もうこの5年間ずっと酸素ボンベコロコロ引っ張りながらね、街を歩いていた。こういうようなおじいちゃんがいたんですけれども、病気が悪化した時は、実はこのおじいちゃんは、まだまだ人生にやり残したこと、楽しみがいっぱい残っているので、人工呼吸器の使用も含めて考えられる全ての医療行為を行ってほしいと思っているんですけれども、これを配偶者に伝えておくとか、文書に残しておくっていうことをしていないと、救急で運ばれた時にですね、ご家族たちが、もうおじいちゃん長年ね、酸素ボンベ引きずって頑張ってきたんだから、もういいよねとか言って見取られちゃう、なんていうようなことがあったりするわけです。あと、まあ具体的な医療行為はもうわかんないんだけど、自分が判断能力がない状態になってしまったら、自分に行われる医療行為に関するすべての決定権を A という人物に任せると指示をしておく。この代理人指名。これもね、大事なんです。こういうようなものを事前指示っていうわけですけれども、この事前指示に関して私はもう1990年代からちょっと国際的な研究をしておりまして、例えば高度認知症になって自分のこともわかんなくなっちゃった透析患者さんがいたとします。で、そうしたら、主治医として、この透析の中止を家族に推奨しますかというのを日本、アメリカ、ドイツの透析専門医に聞いてみるんですね。そうすると、日本の透析専門医は 98% の医師が、透析の中止を家族に推奨するなんてことはしませんって答えたんですが、アメリカでは 98% のお医者さんが、透析の中止を家族に推奨するという、こういう真逆の、ね、答えがあったわけですね。ただこの時もしこの認知症になってしまった患者さんが自分が認知症になったら透析をもう中止してほしいっていう事前指示があったとしたらどうしますかとかですね。そういう事前指示書があるにもかかわらず家族が透析を続けてほしいと頼んできたらどうしますかというと、そういうシナリオに関してはその希望を尊重するというのは3国とも共通でした。もう一つ、日本の透析患者さん相手にこのアンケートをやってみたんですけれども、そうすると日本の透析患者さんは、事前指示というのがあるんであれば、それをしておきたいと考えている人が、85% 以上いたわけですね。それで、もう一個驚きはですね、この日本の透析患者さんたち、自分のその終末期に対する希望を家族や主治医は理解してくれていると思っていたんです。実はアメリカではですね、患者さんのその終末期に対する希望を家族主治医は全く理解していない。こういう結果がすでに証明されていたので、日本はどうだろうというふうに思ったわけです。で、日本ではですね、以心伝心とか、阿吽の呼吸ってあるじゃないですか。それでね、当てられるじゃないかと思ってですね、当てられたら日本ってすごいだろうって、そういうことを世界に自慢しようと思ったんですが、残念ながら日本でも患者さんの終末期に対する希望を家族主治医は全く理解していませんでした。これでただがっかりするだけじゃなくてですね、ということは自分の望む形の終末期を過ごしたいと思っているんであれば、事前に何らかの指示をしておかないとダメですよね、という、こういうことが見えてくるわけですね。ということで、2003年に透析患者さん用の事前指示書というものを作りました。延命治療、透析治療を続けてほしいのかどうか、それからその時にもし心臓が止まったら心肺蘇生を希望するのか希望しないのか、というようなことをこう昏睡状態、脳卒中の時、重度の認知症の状態の時、末期がんの時などに合わせてこうね、選べるようにしてみたわけです。で、証人のサインとか本人のサインも入るという、こういうものを作ったんですが、これがもう結構先進的な透析施設ではほとんどが使われるようになりました。日本の透析医学会がガイドラインの中に事前指示書を載せたのは2014年とだいぶ後になってからだったんですけれども、透析医療現場ではこのように事前指示書が普及しています。これをですね、一般の人たち向けにも作ってみようよということで、この2006年の本の中にですね、フルコースで選べるものを作ってみたんですね。心肺蘇生、人工呼吸、手術、化学療法、人工透析、輸血、人工栄養などを希望するかしないか決められないかとかですね、こういうものをチェックでいられるようなものを作ってみたんですけれども、残念ながらこれを全部書き込める患者さんほとんどおりませんでした。ね、
一般人、事前指示っていうのは基本的に一般人が自分で作るものというふうにされてるんですが、こういうことについて十分理解して希望するかしないかということを決められる方は少ない。ということと、もう一つは、詳細にこれを作れば作るほど、実際それが必要になった時の実情に合わないっていう問題が出てきて、実はアメリカ、ヨーロッパでも事前指示っていうのはあまり普及しなかった。というような、そういう結果があるわけです。さあ、そこで2010年ぐらいからですね、ポルスト、フィジシャンオーダーフォーライフサステイニングトリートメントですね、生命維持治療に関する医師の指示書という概念が出てきました。アメリカでは法的効力があるんですが、これはどんな時期に作るかというと、持病があって、この病気のために余命が1、2年になった頃、主治医と一緒に作る。ということで、これはかなり現実味を帯びている。ね。ということで、これが主流になってきたわけです。これはとても必要な概念だろうな、ということで、日本臨床倫理学会、私もここに所属しておりますが、ここで日本版ポルスというものを作りました。この日本臨床倫理学会のホームページに行っていただけると、このポルスは誰でもダウンロードできるようになっておりますので、ぜひ、ご自由に使っていただきたいというふうに思うんですが、これを2015年に作ったわけですね。どのような内容かというと、心肺蘇生を希望するかしないか、そして、治療については苦痛緩和を最優先とするのか、非侵襲的な医療行為だけでいいのか、それとも徹底的にやるのか、というようなものをこう希望するという、こういうようなアメリカのものと全く同じ形で作ったんですけれども、これなかなか普及してこないんですね。で、なぜかって考えてみるんですが、事前指示もポルスとも医療行為に対する選択なわけですね。医療行為、ね、胃ろうをどうするのかとか、輸血はどうするのか、心肺蘇生はどうするのかということを希望するものなんですが、この医療行為に対する希望っていうのは状況によって揺れ動くっていうことが言われているわけで、実際自分もそうじゃないかなというふうに思うわけですね。例えば、市民公開講座でこういうことをやるとですね、人工呼吸器なんか絶対に希望しませんっていう人が大体集まってくるんですね。で、そういう人たちにちょっと聞いてみるわけです。まあ、ちょうど東京オリンピックがね、開催されましたけれども、例えば、あなたのお孫さんがラグビーワールドカップの選手に選ばれました。東京オリンピックの選手に選ばれたんです。で、その開幕の1週間前に重症の肺炎にかかって治る確率、人工呼吸器をつければ 50% なんですけど、どうしますかって聞くと、やっぱりもう少し生きていたいですってね。みんなそう思いますよね。ということで、状況によって変わってくるというのが人の常なんですね。ということで実際の現場で役立つのは尊厳死宣言書とか具体的な指示ではなくて、患者さんがですね、何も言えない状態になったと、なってしまったわけなんですけれども、もし本人がこの現状を理解して、希望を表明できるとしたら、一体どう判断するでしょうか、何を希望するでしょうかということが周りの人に分かっていると、本人の意向が尊重されるだけでなくて、こう医療者も家族もね、自分たちだけで決めなくてはいけないっていうことではなくなってくるので、肩の荷が下りるというようなことがあるわけです。で、こういうところからアドバンスケアプランニングの考え方ができてきたというふうに思っていただければいいんですが、ということは、このアドバンスケアプランニングの中には、その人の人生観、価値観、死生観といったものが、織り込まれている。いわゆる、その患者さんと家族の物語、ナラティブというものが、しっかりと織り込まれているということが大事になってくるわけなんですね。これは清水哲郎先生、相田薫子先生がよく使う説明なんですが、生命の二重の見方というものがあります。生命、命というものはですね、二種類あって、私たち医療従事者は、この生物学的な生命ですね、こちらの方ばっかりを見てるわけです。病気の数値データとかね、エビデンスというものばかりを見てるんですが、患者さんと家族というのは、物語れる命、ナラティブの中に生きてるんですね。人々の関わりで、
形成されています。人生観、価値観、死生観というのはこちらがひらがなの命の中に含まれているんですね。で、その時の状況によって変わってきます。ね、先ほども言ったように、オリンピックの選手になればね、やっぱり変わってくるしとか。でも、結局この患者さんの QOL とか本人らしさというのはこちら側の命の中に含まれているわけですよね。で、もっと大事なのは、例えば高齢者医療を考えた時に、私たち医療従事者はですね、こちら側の情報というのはほとんど知らないわけですね。ケアチームの方がたくさんの情報を持っている。だから、ここで多職種連携というのをしてですね、私たち医療従事者もこちら側の情報をたくさん仕入れて、患者さんと家族にとって何をして差し上げるのが最善なのかということを考えるべきだ。こういうような考え方が主流になってきたわけです。さて、そういうような中ですね、2018年に日本医師会もアドバンスケアプランニングを紹介するようになりました。ここの説明の部分ですけれども、アドバンスケアプランニングの説明っていろいろあるんですが、私はこの医師会の説明が一番好きなんですが、将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、患者さんを主体にそのご家族や近しい人、医療ケアチームが繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセスのことです。患者さんの人生観や価値観、希望に沿った将来の医療及びケアを具体化することを目標にしています。というふうに説明されているわけですね。このポスター、あっという間にこう消えてしまいましたけれども、ただこのポスターが出た後にですね、各種テレビのワイドショーとかでですね、人生会議って何だろうって、宣伝してくれたので、炎上商法的には大成功だったんではないかというふうに私は思っているわけです。さて、ここでちょっとおさらいをしましょうか。事前指示。ね。これは自己決定できなくなった後で初めて効力を出してくる。そしてポルストというのは、予後1、2年で医師と一緒に作成するもので、その時考える内容は、胃ろうとか IVH、輸血。ね。こういったものをやるかどうか。それから心肺蘇生術をするかどうか。この、ここだけの指示は DNAR。というふうに言いますけれども、こういったものなんですが、アドバンスケアプランニングってもっと手前ですね。ケアが必要になった頃にどこでどのように生活をしてどんなふうに過ごしていきたいかということを考えるわけです。ね、ですので、この医療行為の選択とはまたもっと広い概念だということがお分かりかと思うんですが、こう考えてみると、その元になるのはアドバンスライフプランニングなわけですね。もう皆さんが例えば一般の方がですね、まだ元気なんですけれども、現時点から自分はどんな人生を歩みたいのかとかね、どういうふうな生活をしていきたいか、仕事はどうしていきたいか、そしてケアが必要になったらどんなケアを受けたいのか。で、最後の段階になった時にどんな医療行為を希望するのか。こういうふうな図式になってくるかと思うので、このアドバンスライフプランニング、アドバンスケアプランニングのところに人生観、死生観、物語、ナラティブというものがこうたっぷりと塗り込まれていると。こういうような概念図になるかなというふうに思うわけです。